ジージー岳は、国後島にある、活火山である。標高は1822メートルで、北海道本土からも天気が良い日に、知床峠中腹やラウス岳、野付半島先端部等から遠望することができる。国後富士の別称を持つ、アイヌ語の、活ンプリーに由来する。ジージー岳の地形づらウ山から望む大岬の古、釜根の集落と、 GG 竹日本側としては、北方領土であり、ロシアの実質的な支配下にあり容易に近づけなかったこと。ロシア側としては、数多く存在する千島列島の火山の一つで、あり種が回らないといった事情があり、詳細な調査は行われておらず、長らく幻の火山とされてきた。1999年に、ビザなし交流の一環として、北海道大学、 北海道などの学識者による GG 竹専門家交流法問題が徒党。ロシア科学アカデミーと共同調査したことにより、概要が把握されるようになった程度である。1973年、南側山腹から大噴火が発生し、国後島一帯に火山灰による被害を出した。この際の火山ガスによる影響で、山腹の樹木が大量起しした。現在でも、三木と、 枝だけになった白骨林の姿が山腹に広がっているという衛星写真からも南側山腹に新たな噴火口と樹木の枯れた部分があることが見て撮れるありがとうございます